世界アジア東、アジア日本南西諸島琉球諸島沖縄本島、久高島久高島は沖縄本島東南端に位置する、地念岬の東海上 5.3km にある、周囲 8.0km の細長い島である。全域が沖縄県南上7年に属する。人口は238人、世帯数は153世帯。北東から、 南西方向にかけて細長く最高地点でも標高17メートルと平坦な島である。将来懸念される津波襲来に備えて300人を収容できる避難施設が設けられている。土質は島尻マージと呼ばれる赤土で保水力には乏しい。川沼はなく水源は雨水と湧き水を貯める生泉に依存している。海岸沿いには 三五章でできた証拠が広がっている。北東約2 1キロメートル沖に右岸岩がある。琉球王国時代には国王が聞こえの大群を伴って九高島に渡り礼拝を行っていた。後に本島の最上温竹から九高島を遥か拝する形に変わり、1673年からは国王代理の役人が遥か拝を務めるようになった。 近代には、勝尾オブの産地として知られ、女歩行の中山電新六でも、勝尾オブは、久高島産のものが良質と述べられている。行政区域上は1908年の当初町村制、施行時に、島尻群知念村久高となり、2006年に知念村が、佐敷町、玉木村、大里村と合併したため、南上七年あざクダとなった。 公有地や電力会社所有地などを除き、土地を自治会である自名義で登記して、そういうする琉球王朝時代の地割制度が唯一残っている。家を建てるときは自走会の許可を得て、普段は土地を自宅や畑として使うものの、島を出る際には自衛返す。島の約3分の2を占めるリゾート開発の計画が持ち上がったことをきっかけに、1988年、 久高島土地検証として明文化された。リゾート計画は立ち消えとなり、島内は観光開発がほとんどされず、集落は昔ながらの静かな雰囲気を残している。放日する各聖地を回るにも標識がないため、詳細な地図を当たるか、地元の人に聞かないと探すのは難しい。1五十四年に行われた、遺財法現在の久高島石浜、くだ海運島内には、 公共交通機関はない。久高島の基礎データ、行政区別住民登録人口。南城市。2020年5月14日閲覧。沖縄県久高島の隆起産後症状植生について、鹿児島県久高島に津波避難施設、防災タワーが完成南城市。南城に来、1989年、平成元年からの視線、土地と日本人リゾート開発に等の選択。 伝統化発展化未来託す、日本経済新聞長官2018年6月17日2018年6月21日、閲覧下島特産品下島フェリー。ありがとうございます。